近畿財務局奈良財務事務所の新しい所長に就任した小林元弘所長がきょう奈良テレビを訪れ抱負を語りました小林さんは五条市西吉野町出身で財務省の主計局主計官補佐などを歴任し今月1日に奈良財務事務所長に就任しました小林さんは 新型コロナウイルスの影響で県内経済は非常に厳しい状況だがテレワークが進めば大都市から移り住む人が増えるなど地方が元気になる可能性もあると述べましたそして地域や企業のニーズを国の政策に生かし県の発展に寄与できるよう頑張りたいと抱負を語りました 奈良市北部で活動する平城京ロータリークラブの会長に今月1日付で就任した加世谷康友さんが奈良テレビで抱負を語りましたロータリークラブは奉仕活動を行う団体ですその一環で平城京ロータリークラブは今月7日に平城地区の小中学校に消毒用アルコールを寄贈しています加世谷さんは クラブ一丸となって前向きに活動を続けていくと話し、今後は新型コロナウイルスの感染拡大防止や豪雨で深刻な被害のあった熊本県などへの奉仕活動を行いたいとしています。